お待たせいたしました。それでは九州バクラス栄えある優の選手を紹介してもらいます。拍手をお願いします。まずは神奈川一番吉村翼、神奈川一番川島俊、神奈川一番柳沢義康、神奈川四番ポイントリーダー若松拓、神奈川五番長岡正俊、神奈川六番棚橋和夫、神奈川七番松本博之、神奈川九番高川関口瑞稀、そして最高峰から巻くぞ神奈川10番平井海馬。さあ以上10人の選手によって争われます DC1 クラスの A ファイナル、つまり今シーズン2023年スピードキングツアー10周年記念最終レースということになります。年間シリーズチャンピオンに合わせて、もちろん本日のトップフィニッシュは一体誰になるのか注目となります。それでは体勢整いましたので放送分参りましょう。神奈川一番吉村選手からどうぞ。川島選手、柳沢選手、若松選手、高岡選手、棚橋選手、松本選手、北川選手、関口選手、柳選手となります。もう一周して戻ってきましょうかね。いずれもすごい腕ばかりの10代AC の8台に加えて、立ち上がった2台も含めて、合計10人の選手たちが、これから、ガチ、バトルをします。それでは、体勢を整えましたね。集中力を高めていただきましょう。スピードキングツアー、2023、ファイナルラン、TC1 クラス、サポートワイン、0回 A ファイナル5分間バーシャル OK ドライバー OK さあオンザポー OKI'm going to go.
外に出て打ち合いってもらうのストレートはちょっと想定外だった。上位3体は後射程を行いますので、はい、そちらの方も受けておいてくださいね。気持ちは分かった。ベッシュきつい声が出ちゃう。そうか、ね、どうすか。いや疲れたな、もうあれは疲れるよ。でもよくやった、お疲れ。疲れ、よくやった。このさ、商店街のやつにいじられるっていう。ナイス、やった。ありがとうね。お疲れ。よく頑張った、本当に頑張った。よく頑張った。よく頑張れた。いや、本当によかった。いや、おめでとうございます。いいのかな。はい、ちょっと表彰式期待します。はい、スマイルお願いします。はい、このスマイルですね。はい、お願いします。みんな目開いてますか？3人目開いてますか？全く開いてないです。目閉じてるんですか？はい、開けてください。はい、大丈夫ですね。はい、スマイルお願いしますよ。では優勝インタビューまいりましょう。まずは見事リーチポイント完璧なシーズン2勝目です。今回も予選から打ち切った走りでしたが、仕上がりいかがでした？勉強頑張りながら、ある種を楽しむということで、見事に両立、素晴らしいですね。そうですね、ありがとうございます。この後ね、また年間の情報などもありますので、ひとまず今日は優勝おめでとうございます。ありがとうございます。あ、そしてですね、第2位はいきましょう。ちょっと世の中が楽しみでもあるんですけど、まずは第2位。ありがとうございます。走りとしてはいかがでしたか？車が良かったので、もうそれなりに自分が抑えて走ったと、それでタイムテープがあったから、それを用意させてくれたありがとうと、あとそれを許してくれた若田さんにありがとうって今回はね、若田さんとの激しいトップ争いがあったんですけれども、一方で黄色いマシンが後ろを包みましたね。いやでも本当、自分が手振るってクラクラしてるのを当てないで走ってもらえたら、ナイスクリーマイでしたよね。はい、見事第2位おめでとうございます。最後、ボディスメーターが見事にレースに出してくれました、吉田選手、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがの走りでしたけれども、ご自身でいかがでしたか？まあ、練習ほどのいい動きはできなかったんですけど、まあ、グリップが上がりすぎちゃって、ちょっとコンディションが合ってきたかったなっていうところがあって、そのあたりはさすがに100点で、まあ、だからいろいろ苦戦するところもあったけれども、あとこれで、ね、前に走る執念の走り見ていきました。粘りがすごい。本当にね、お尻つつくぐらいの勢いでした。でもひっくり返さないところもさすがですね。はい、見事な走りを見せてくれた選手、大会おめでとうございました。ということで、上位3名の方に今一度祝福の拍手をお願いします。